消費力が上がってますね。もう大体分かりました、この機械のコツが。まあコツというか操作が分かりましたね。はい、まあ、顔がちょっと遠すぎるっていうのはやっぱりもう、まあ、課題ができてないからもうしょうがない部分だと思います。まあでも2ターンとか3ターンぐらいの田んぼでも全然移動できますね。はい、なんかこう勝手に1速になっちゃうよね、これ。2速の ABCDEF、 1速にだから A から F まであって、2速に A から F まであるっていう感じですね。で4速まであるのかな。まあでその2速の A から、例えば1速の F には動かないんですね。ちゃんとクラッチ踏まないと、いう感じ。まあどのメーカーも同じなんですね、こういう感じは。高速と中速と低速みたいなね、ニュアンスですよね。でその A から F までは、まあ、無断すぐ勝手にクラッチなしで動きますよみたいな感じ。まあ、ダンプの人とこう息を合わせながら、ちょっと今はもう開けた方がよかったな。気を使って動いてくれるんで、大体いっぱいになったら開けて、あと半分ぐらいで開けてっていう感じで、このシューターのこのギアのところの油圧で動かすやつがどうもちょっと不安定で、微妙にずれるんですけどね、勝手に油圧が抜けて回っちゃうんですよね。このね、あそこのプレッシャーゲージで調整が必要なんだと。あとはその油圧のレバーのね、張り付きが結構多いですね。この特にカゴ排出、これもうちの TJW も同じですけどね、結構まあ同じですね。大体どのメーカーも苦労してる部分も苦労してるんですね。でまあカゴのあのシューターを狙う位置もちょっとここのトップリンクを若干伸ばしたんで、まあいいところに来ました。まあ、これ上げても別に何も干渉も起きないということで、まあ、なかなか快適に買っていけるかなと。E、F まではいくけど、ここから先がクラッチを踏まないとならない。で、なんか今戻っちゃう。2速に入ってこれでまあ2速の AB 使えるんですけど、なぜかああいう風に戻っちゃうことがありますね。見えますか？大丈夫？見える？見えないか？まあまあ、見えたらこんな感じね。これ順調にいってますよ。本当に音が静かですよ。バック狩りしなきゃいけないっていうのはまあ大変なんですけど、
まあ、それはもう僕それしか乗ってないんで、逆にフロント PTO にどんな苦労があるかちょっと分かんないんですよ。もうバック狩りはもうとにかくもうこの姿勢が、もう体をひねってこう乗るのがもう超大変っていうので、こういう感じね。まあそれはもうね、長年やってるんで大丈夫です。どっかいい整体があったら教えてください。タイヤがねちょっとね、この作業機に対して横幅がちょっと広いんで、このこういうところにこうスマートに入っていくのはちょっと厳しいですね。こうやっていくとどうしても両サイドが若干踏んでしまったりとかもするというか、ちょっと難しいですね。2席はスマートなんで、これもなんか入ってないですけど、なんでなんかこの辺で怖い、まあ、あんまり踏みたくないんで、こうちょっとこっちをまた先に買った方が良かったりとかいうのはあります。ただまあ、あのどんな、いろんな性能をね、いろんな見比べでやっぱり、やっぱりワンランク上だなという感じがします。慣れてないからね、やっぱり1日2日は3日ぐらいはね、あのかなり手こずるかと思ったんですけど、意外と乗れてますね。まあ目立ったミスといえばですね、この燃料入れに来てもらったんですけど、この右のさっきの燃料のゲージとアドブルーのゲージを勘違いして、燃料来てもらったのに満タンになってないがやって文句言ったら入ってましたっていうね、そういう恥ずかしいミスですね。このほら、右が燃料で真ん中の2本はアドブルーの温度なんですけど、ついついなんかあれと思って、なんかこう分かります、これなんかこっちがなんか、ね、ここ燃料マークあって、ここにこのマークあったら、なんかこれかなっていう感じがするんですけど、こっちはまだ燃料でたっぷりあったんですけど、ここがアドブルーなんですね、これね。っていう恥ずかしい燃料屋さんが来て入れてってくれて、あれって言って入ってないんだけどみたいな恥ずかしいね、ちょっとミスをしました。あとそこに見えますか、そこのこの課題というか、この課題の、先のこの車輪を、曲げてしまいました。まあ地味な損傷ですけど、まあちょっと恥ずかしい限りですね。まあ普段この課題は外すべきなんでしょうけどね、こんなねやってる時は、まあ、しょうがないというかなというか、いう感じでございます。さっきのダンプが結構満車だったから、これでももう多いぐらいか、まあ、1回半分開ければという感じで、まあ1杯半ぐらい、もしくは大盛りだったら1杯ぐらいという感じでやってます。だいたいダンプ1杯で2トンぐらいかな、だからボンネット1杯半で2トンぐらいで、だいたい片道5分ぐらいの距離を3台のダンプで、1トンダンプで走ってもらってます。3トンダンプか。で、まあ大体、作業釣り合うかなという感じですね。もう1台は、フロント PTO の機械で、ダンプ2台でやってます。そっちはちょっと場所が近いんでね、2台でやってる感じですね。で、5台のダンプが動いて、2台のトラクターが動いて、ユンモが1台動いて、そのユンモで、バンカーをどんどん押し潰していくという感じですね。プラスもう1台、ローダーが動き出して、踏んでるらしいんですけど、まあそんな感じで、一番忙しいのはね、ユンモの人らしいですね。はい。まあ、トラクターは本当にね、エアコンも効いてるし、快適ですよ。うん。もう全然撮影する余裕も出てきましたからね。はい。あとこの、バック入れた時に初期がね、E になるんですよ。これを初期を F にした方が楽とか、そういう細かい話ですね。Bluetooth も使えるし、ちゃんとあのちゃんのオールナイトレポを聞きながら頑張ってます。それではまた撮っていこうと思います。バイバイ。